成田空港空と大地の歴史館は千葉県三部群芝山町岩山にある成田空港問題に関する資料館である成田空港問題の歴史を後世に伝える常設展示施設として2011年6月23日に開館した成田空港地域共生委員会の歴史伝承部会の事業を成田国際空港株式会社が継承し建設側と 反対側の双方の観点からバランスの良い展示に配慮するというテーマで開館の準備を進めた。常設展示では新東京国際空港建設前に当地で営まれていた農業や戦後開拓の歴史、1960年代から1970年代における日本の流行、成田空港反対闘争の様子、官選挙事件、政府側と派の間で、 話し合いが行われたシンポジウムや円卓会議、成田国際空港の現在と将来に係る資料を展示している。反対運動に関連した展示物として以下のものが展示されている。また、三里塚闘争が発生した時代背景として当時の雑誌の表紙なども展示されている。常設展示のほか、館内別室で企画展も行っている。館内の朝日のラウンジには、 成田国際空港の強制試作実施情報、運用情報、航空機騒音測定結果の提供や鉱石図の公開をする空港情報コーナーが存在する。運営に当たっている係員は、新東京国際空港公団を定年退職した現職員であり、資料の解説や説明を希望する来館者に対して行っている。ナー歴史伝承委員会地域専門部会には、 大学教授のほか、かつては反対同盟員だった人物も存在する。また、反対同盟厚田派の厚田元代表夫婦を、はじめ、かつて三立か芝山連合空港反対同盟に所属していた人物も、歴史館の協力者一覧に名前を連ねている。航空科学博物館の敷地内東側にあり、建物は八角形である。歴史館に隣接して、 成田空港地域共生、共栄会議の事務所もある。年間の見学者は年間1万人程度であり、施設は成田国際空港株式会社の新入社員や国家、公務員の新入職員の研修の場としても活用されている。一方、成田空港問題は現在も継続中であり、成田国際空港周辺には空港関連従事者と 空港反対派との居住が共存しており、公立学校での取り扱いが難しいことから、地元の小中学校での社会科見学の対象とはなっていない。円卓会議に参加していない反対同盟及び中核派は歴史館の建設に反対していた。ありがとうございます。